はい、皆さんこんにちは、コヘイでございます。今日はですね、まったりとした動画ですね。はい、9月の3連休ね。まあ、9月はね、連休が多いシーズンなのでね、お休みも、まあ、多い方もね、多いんじゃないか。お休みが、多い方がね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、まあ、地元愛祭り、沼津でですね、開催されている地元愛祭り、こちらですね、3連休に合わせて、毎年、今年で3年目かな、開催されております。去年はですね、私行かなかったんですけども、今年はですね、2日目のですね、1公演のみ、昼公演のみなんですけども、参加いたしました。まあ、これのですね、感想を、まあ、まったりね、まあ、多分編集もそんなないと思いますが、話していこうかなと思います。はい。まあ、相田さんのね、相田さんが出演する回ということでね、今回、2日目の昼公演、参加いたしました。はい。2022年ぶりかな、僕が参加するのは、沼津地元愛祭り。はい。沼津地元愛祭り、最初のね、最初の、地元愛祭りの時、参加しつつ、そして、今年の2024年に参加したという形になります。まあ、何よりね、今年の地元愛祭り2024はですね、アクアの結成9周年の節目となる、年の地元愛祭りということで、やっぱりこのね、意味は全然違うかなというところもございますし、あと何よりね、まあ、同じく9周年っていう意味なんですけども、アクアフィナーレライブが開催するよと、9人最後のワンマンライブが開催されますよっていうことが発表された後に、行われた初めての、アクアとしてのイベントということになります。まあ、そういったこともありましてですね、今回の地元愛祭り、まあ、僕が知る限りではもう当日券とかね、そういったものも全くなく、フルキャパで、沼津のね、沼津駅北口の、キラメッセ沼津っていう4000人ぐらい入る会場なんですけども、フルキャパで、行われておりました。はい。こちらですね、やはり、皆さんも僕と同じような気持ちなんですかね。その、フィナーレライブが、やっぱり、来年あるから、行こうっていうね、思いも、やっぱりあったのかなと。僕はもうそういう思いもあったので、行きました。はい。まあね、感想としてはですね、もうね、長ったらしくね、語るのもね、それはそれで野暮かなと思うので、もうね、簡潔にまとめたいなと思うんですけども、そうですね。まあこれ、X でも SNS でも書いたことなんですけど、いい意味でやっぱり、アクアはアクアだなって、何にも変わってなかったなっていうのが、これが一言で僕が収められる、感想でございました。はい。どう変わってなかったかって言いますと、やっぱり、いろんなこれは意味を含みます。例えば、相田さんがいつもの通り、もう、最高に滑ってくれたりとかね。これはもう相田さんのいつもの、恒例でございますね。相田さんが出る回とか、相田さんが何かにこの登場する回に関してはもう必ず相田さんね、いろいろやらかしてくれるんですよ。まあ、そういった意味でも変わりませんでしたし、アクア、まあ、今回ね、出演3人、フリリンと、あと、オスワ、スワナナカさんですね、と相田さんだったんですけども、まあ、3人だけではございましたが、やっぱりそのアクアとしての友情っていうのも、そのキャスト同士での友情っていうのはやっぱり深いなというところも、これも何も変わってなかったっていうのももちろんありますし、あとはですね、まあ、楽曲とかね、まあ、そういったところでも、その盛り上がり方ですね、楽曲での盛り上がり方っていうのも、これも何も変わってなかったなと。はい。まあ、今回ね、キャストさんがその投票、ね、お客さんに対してね、その投票で楽曲を選びましょうっていう一曲だけね、そういう企画があったんですけども、これもね、懐かしいですね。2018年のアクアのファンミーティング以来だったと思います。こういったファン投票で、楽曲を選ぶという形式は。まあ、それでですね、選ばれた曲が届かない星だとしてもという曲なんですけども、もうこれもですね、もう僕も何年も聴いてる。もう、8年以上聴いてるんですよ、この曲。もうなのでね、何にも僕予習とかしてないんですよ。一切予習とかしてないで、まあね、強いて言うなら、沼津行くときにちょっとアクアの曲いろいろとガンガン流して、まあ沼津に向かって移動してったんですけども、本当に予習とか全然してないんですよ。何もしてないのに、もう体が全部コールとか覚えてた。盛り上がり方とかも全部体が覚えてた。うん。
もうそういうことなんですよ。本当に。もうね、すべてが覚えてたんですよ、体が。うん。予習も何にもしてないのに覚えてたっていうことなので、やはりそれだけ8年間変わってなかった。うん。アクアとしても変わってなかったし、僕としても8年間、8年9年、もうアクアずっと追っかけてきてますけど、何にも変わってなかったなと。まあ、そしてですね、まあ、お便りなんかもね、今回読む企画も、まあ、ファンミーティングなのでね、ありましたけども、これもね、結構印象的な内容多くてね、まあ、例えば、もう自分は中学生の時からアクアをしていて、今や大学4年生、ね、沼津でのお仕事も決まりましたと、就職活動で沼津で働くことも決まりましたと、いう形でも、本当に人生アクアに捧げてるみたいな、学生時代すべてアクアに捧げてるみたいな方もいたんですけども、もうすごいね、僕もそれ共感しましたね。僕もですね、本当に学生時代のほぼすべてをもうアクアに捧げたんですよ。本当に。本当に高校生とかそれぐらいの時にね、ラブライブも知って、アクアも知って、で、アクアに関してはもう8年近くもうずっと追っかけてきてる。もう今やね、もうあれから、長いね、8年近く、もう月日経ちましたけども、今でも変わらずアクアのこと大好きですし、もうやっぱりそれだけの思いがね、本当にあるんですよ。なのでね、9周年、10周年とね、これからアクア進んでいくと思いますけども、変わらずに、本当に頑張っていただきたいな、というふうにも思いますし、やっぱりね、ファンミーティングのね、その、公演中には言及はされませんでしたけども、ね、フィナーレライブも控えてるということなので、もうぜひね、フィナーレライブでの姿っていうのも、ここでね、2024年にね、アクアをこう面に焼き付けたことでね、来年のフィナーレライブに向けてもね、よりね、そのボルテージ上げてきて、ね、アクアのフィナーレに向けてのこの、まあ、備えっていうのもね、自分の中での備えっていうのもね、こう、だんだん高まってきたのかなっていった形で、ございました。はい。まあ、ということでですね、まあ、ジモアイ祭り、まあ、もちろんね、フィナーレライブの後だと思いますが、ジモアイ祭り2025のですね、開催もこちらも決まりましたので、皆さんもね、ぜひね、ね、まあ、今年来られなかったという方もですね、毎年ジモアイ祭りね、2025年まで少なくともありますので、参加していただければな、というふうに思います。アクアの地沼津で、ファンミーティングを自ら行うからこそ、やっぱりこれは意味があるというふうに確信しております。実際ね、沼津のね、物産展とかも僕行きましたけど、栄えてましたしね。本当に地元の活性に大きく貢献したイベントだと思います。まあ、皆さんのね、現地配信でね、ご覧になった方の感想なんかもね、ぜひコメント欄に書いていただければな、というふうに思います。もしね、今度動画がいいなと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では以上、浩平でございました。バイバーイ。